ほう、藤本新庄、仲が良すぎる。ソフトバンクは23日、ZOZO マリンスタジアムで行われたロッテ戦でサヨナラ負けを喫し、7月7日の楽天戦から続く連敗が11まで伸びた。11連敗は、南海時代の1969年に喫した球団記録の15連敗以来となり、実に54年ぶり。試合後の藤本博監督は、今日はいいやろ、なし、と報道陣との会見を拒否した。39年ぶり12連敗の日本ハム新庄監督が会見拒否、×印を作って報道陣に頭を下げる。新庄の真似してて草。仲間か？ビッグボス、拒否してもいいの、いいの。心までビッグボスになるな。仲良しやな。ボスとヒゲ、会見はなし。いいの、いいの、よかばい、よかばい。責任から逃げるな。こいつら絵文字で隣なの草。ほんまやな草。立浪は絵文字がないから不便やな。54年ぶりの連敗記録はすごい、歴史を変えた藤本。高ハム同盟の強固さよ、このままロッテの記録を共に破れ。ニッソさんさ。あんなにボロボロだった楽天と4ゲーム差やんけ、これまさかの B クラス落ちあるか？生卵が庶民には買えんようになって助かったやろな。ニッソ共同宣言、